皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。タイトルは大手塾と個人塾どちらが高校受験に有利か、こういうお話をします。年度末が近づいてくるとね、大手塾の方から新中学3年生とかその保護者に向けてノウハウやデータが豊富にあるので、小さな塾より大手塾の方が受験に有利ですよって、こんな営業がかかることがあるんですよね。じゃあこれは本当かどうか、まずデータ数で比べてみます。県内大手塾受験生のデータ、まあいくつも教室持っていますからそれなりの人数いるんです。で、多くてその受験生1学年で3000から4000名ね、あるいはもうちょっと少ない2000何百名、3000名弱というところもあるんですけれど、それに対して報徳学院のような小さな塾、それは一つの塾生徒数は少ないんですけど、実は持っているデータ多いところはあるんですよ。この報徳学院だと小さな塾ですけど8000から1万名これだけの人数のデータを持っているんです。もちろん、ね、大手塾もこの私たちのような小さな塾も、個人を特定できない形でデータを持っています。なぜ私たちのような小さな塾でこんなたくさんの人数のデータを持っているかというと、県内の小さな塾が協力して、で県統一模試をやっている会社があるんですけれど、これ学力調査研究会という会社ですけれど、そちらにお願いして、まあそちらが中心になってなんですけどね、この受験生のデータを集めて、そしてデータ作ってくれるんです。大体この県統一模試を受けている塾の数というのは800から900の間くらいあるそうですけれど、それがみんなデータを持ち寄って作るわけです。そのためにこんな8000から1万名程度、こういう人数のデータが作れるわけです。そしてこのデータというのは県内全高校、まあ県境を含めると県外の学校も少し入っていますけれど、その全高校を学校とかコースまた個別に合格者不合格者、内申点が何点だったと、そして県の学長、静岡県の統一テストですね、中学3年生は9月と11月の終わりまたは12月の頭に年2回あるんですけど、この学長テストの点数が何点だったかと、そういうところまで、ね、分かるようになっています。ただデータを集計して持っているだけじゃなくて、そのデータを分析して塾生指導に生かす研修なども行っています。まあここ2年は新型コロナの影響で研修なかったんですけど、それ前は年に、東部地区、静岡県東部地区、中部地区、そして西部地区3か所で研修を行っていました。ですから小さい塾だからデータとかノウハウがないってことはありません。ぜひそのことは知っておいてもらいたいと思いますね。そしてこういうことをして、これをもとにして、塾生の進路指導をしているので、皆さん小さな塾だからといってそんなに心配しなくても大丈夫です。安心して塾に通わせてください。このような事実なかなかね知る機会もないと思うので、ぜひ知ってもらって、できれば他の人にもあこうなっているみたいですよなんて話していただけたら助かります。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。